10月下旬、富士市三子建約の公会堂に町内会の役員や民生委員、福祉関係者たちが集まりました。地域には災害時に自力で逃げるのが難しい高齢者がたくさんいます。どのように支援して安全を確保するか計画を立てていました。何か持ってかなきゃ、必ず必需品みたいなものとか、薬がないと症状が悪化するので。85歳の母親の足が不自由だという寺田恵美子さんです。ケアマネージャーと一緒に母親の状況について説明しました。高齢者や障害者など避難に支援を必要とする人はたくさんいます。ただ病気や障害の状況はもちろん、生活環境も違うため、100人いれば100通りの避難計画が必要です。横断歩道とかがあるのはない。ここだけです。そうなんです。信号がある。ここが信号ある。ただこっちはもう大型車が、そうですね、トラックとか、ああいうのがすごいひっきりなしに来る。避難先だけでなく、避難ルートも事前に決めました。このように一人一人の状況に合わせて作ったものを個別避難計画と言います。去年改正された災害対策基本法で、作成が市町村の努力義務とされました。はい、せーの、よし、ゆっくり、ゆっくり行くよ。はい、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 はい。作成した計画でスムーズに避難できるのか。今月4日の地域防災訓練では、寺田恵美子さんの母、牧田睦子さんの避難訓練が行われました。支援するのは事前に決めた近所に住む人たち。睦子さんを車椅子に乗せたまま外へ運び、近くの避難所に向かいました。よくみんな協力してくださいからね、感心しました。今日は事前に準備しておいたので大丈夫だしたんですけどね、いつ何時起こるかわからないからね、それもみんなに話はしてあるもんで、それで声かけをして、でやっていきたいと思います。富士市は国のモデル事業に選ばれ、個別避難計画の作成が進んでいます。それでも支援が必要な人およそ2万2000人に対し、作成率は 26.7% です。県全体では 8.2% にとどまっています。実際計画を立てて検証してみたんですけれども、やはり変更点がいくつかちょっと気づきがありまして、車椅子をこう昇降するのも2人っていう計画だったんですが、男性3人必要だなっていうことが分かりました。実際に訓練をすることで気づくことも多くあります。個別避難計画の実効性を高めるには、本人や家族だけでなく、地域の人や福祉の専門職と連携した計画の作成・検証が欠かせません。しかし、牧田さんのようにうまく連携できたケースは富士市でもまだ11例です。このモデル地区というものからですね、市内全域に広めていきですね、事業所の方のご協力、あとは地域の方の理解というものを広めながらですね、全域で作成を進めていきたいと思っています。誰一人取り残さない防災の実現のため、地域一体となった取り組みが必要です。